はい、ということで今回やってるクワセナジークローラーネコリグなんですけど、やり方としては一旦キャストします。で、ルアーをボトムまで沈めます。で、アクションのやり方としてはラインスラッグをうまく活用するということが大事で、竿先は横さばきでラインスラッグ使うんですけど、まあラインを張らず緩めずの状態で優しく叩くような感じでアクションをしてます。で、このクワセナネコリグで大事なのが、そのラインスラッグを使って優しく叩いてアクションさせるっていうことと、必ず食わせる間を作るステイを入れるっていうことが大事です。優しくラインを叩きながらアクションさせて、で、ステイで見せて食わせるっていう感じでアクションやってます。ジークローラー猫来ました。丸のみ。
このね、ジークローラー使ったクワセナネコリグのセッティング方法なんですけど、これ今リグってある状態になります。 4.8 インチにシンカーが入ってチューブもセットしてあってフックもセッティングしてある状態なんですけど、まあ僕が春先よくやるセッティング、リーダーシステムを組んででかいやつをかけたら取るっていうネコリグをやってるんですけど、そのセッティングを紹介してみたいと思います。で、用意するのは、まあ、タックル側のクロロ8ポンドにこれリーダーです。リーダーのクロロ12ポンド、これをノット結ぶんですけど、めちゃくちゃ簡単で、まあ、すぐ10秒ぐらいでできるノットがあるんですよ。で、サージェンスノットって言って、まあ、すごい簡単です。こっちメインのライン、先端がこっち出てます。で、リーダーの12ポンドを、こういう状態で最初、クロスします。で、クロスして、この状態で、輪っかを作ります。こういう感じ。まあ、肩結びですね。肩結びせずに、輪っかだけ作る。で、この輪っかの中に、このメインのラインとリーダーの先を中に3回入れて結ぶっていう感じなんですけど、まあ結ぶコツとしては、結構この最初にやるダブルのこの輪っかをちょっと大きめにやっといた方がいいです。で、1回、2回。これ、輪っかのとこはテンションかけながらやります。で、3回。慣れたらもう10秒ぐらいでできるノットなんですけど、で、これを締め付けます。で、締め付けた後に、このラインが今4本ある状態なんで、これを X の状態で締め付けると。こういう感じで。で、締め付けると、メイン、リーダー、の方で結束ができる。で、これが僕が普段からやってるサージェンスノットっていうノットになります。で、最近使ってるお気に入りの針なんですけど、はやぶさのフィネスワッキーガード、まあ細軸系の針なんですけど、55とかでかいやつが来ても曲がらずにサクサクって口の中で刺さる感じで、僕は最近お気に入りで使ってます。これの2番。で、ジークローラーは最近は 4.8 インチで、これちょっと見にくいんですけどチューブです。チューブは 5mm、 これは 5.8 も 4.8 インチも 5mm のチューブを使ってます。で、チューブの位置なんですけど、まあ、鉢巻きって言われるとこの僕は後ろ3分の2ぐらいがアクション的にもやりやすいんで、僕はここの位置でセッティングしてます。シンカーですね。シンカーは、まあ、2メーターの浅いとことか、まあ、5メーターぐらいまで、 4.5 とかは64分の3オス 1.3グラム、 1.4グラムっていう重さを使ってます。で、まあ、通常通りセッティングすると、まあ、シンカー入ってチューブの位置は鉢巻きの3分の2後ろっていう感じで、まあ、あとは針をチューブだけにかける。まあ、チューブだけにかけるっていうのは、こっち今、2本があるんですけど、チューブだけにかけた状態でセッティングする。まあ、これだと、バスがバイトしてきた時に、チューブからフックがこうずれて、フッキング、がしやすくなるっていうセッティングになります。これで春先のクワセナネコリグかけたら取るっていうセッティングでやってます。